はい、どうもこんにちは、アワズです。アワズです。いや夏っすね。夏だね。あの一昨日さ、オルトローズであの撮影しに行ったじゃん。したね。もう死んだよ。いやもうね、暑すぎて溶けちゃいました。今回は、はい、まあ、僕がこの夏におすすめしたい T シャツ、白 T5000 を紹介していきたいと思います。来ましたね。あのね、ローズね、あのストロングでさ、セレクトのアイテムのパンツとかスタイリングの時、大体白 T に合わせたいねっていう。いや、そう、そうだね、白 T だけとかで。確かに確かに、それこそ白 T とかで。やっぱり白 T 一枚でさ、かっこよく着れる男ってさ、一番理想的だよね。いや、そうだね。俺はね、そういう男になりたいなと思って。しかもさ、やっぱ定番の白だからさ、いろんな人の着方あるじゃん。いや、ストリートの白 T もあれば、モードなね、白 T もあるしさ、このローズ内のちょっと白 T の着こなしと、うん、どのアイテムがいいのか、なんか結構前からね、教えてくれるって言ってた。せっかくだったらちょっと動画にしようかな。いや、白 T マスターローズからね。もう今回は僕が持ってきた持ち込み企画で、はい、まあやっぱり白 T ってまあベーシックでさ、シンプルなアイテムじゃん、うん、だからこそこうやって着るの意外とさ難しかったり、一歩間違えるとちょっとえ、それ大丈夫みたいな着方になっちゃうから、まあ、今回は僕の、まあ、コーディネートとプラスアルファアイテム一個一個をあの事細かく紹介していきたいな。行ったらいいな。行ったらいいな。いいな。軽く見てね、そんな気持ちでね。そう、知れたらいいなぐらいの。そうそうそう。はい、なら早速一つ目紹介していきます。はいはい、一つ目がヘインズが出てる BFT。 出た。もうほんとヘインズを代表する T シャツだし、だ、ね、多分聞いたことある人も多いと思います。俺もなんなら今ちょうど着てて BFT、 これ一番なんか肌に馴染むよね。これはね、俺一番最強だと思う。最強だ。俺クンター推しの白 T は一発目から。クンターはこれ最強だって言ってて、俺今季も3枚ぐらい買って、買ってた。なんか2年前ぐらいの白 T 紹介のやつでも俺 BFT 紹介した記憶がある。そうだね、それ紹介してたね。で、まあこれパック T で2枚組で、うん、売ってるやつですね。あ、まあ、特徴っていうと、まあ、ボックスシルエット。いや、そうなんだよ、ね、綺麗なボックスシルエットで、うん、あとはヘビーオンス、うん、あの厚みがやっぱり 6.1 オンス、うん、あのヘビーウェイトなあのオンスの中では結構厚みがある。あ、そうだよね、うん、だからやっぱりどんだけ着てもそのなんか洗濯しても、うん、そんなにこう肩が崩れたりとか、うん、あとなんか生地感がよれたりとかする心配もない、うん、もうこいつめちゃくちゃ定番中の定番の T シャツで、うん、俺ね、やっぱこのねボックスシルエットの白って最強だと思うんだよね。いや、最強よ、マジで。あのなんかね、パンツがやっぱ変な着丈だとボックスじゃないとなんかワイドとか、うん、いや、わかる。なんかパンツが変わるとなんかすげえザコく見えるんだよね。わかる。なんか白 T だけど決まんないみたいな、そうそうそう、なんかザコい T シャツあるよね。ある。なんか着丈が異様に長かったり、うん、あと袖丈短かったりするんだけど、結構バランスタイプって言ったらいいのかな、うん、こいつは透け感で言ったらもうほぼほぼ透けない、うん、だから本当にあの乳首とかちょっと気になるっていう方はマジでこれおすすめ。なんかほんとパンツに負けないぐらいのなんか白 T の厚さあるよ ね、 うん、あとまあなんだろう、 T シャツ全般に言えることではあるのかもしれないけど、うん、洗濯するとさ、うん、あの首周りがさ、あ、よれちゃう。それあるわ、ほんとに。でなんか気づいたらビューみたいな。でもこいつはこの首のリブがすごいしっかりしてるから、それ強いよね。そう、から全然よれたりしないのが本当にこいついいなって思う。わかるわかる、こいついいよ ね、 ね。あとこのタグがあのプリントされてるタイプのタグだから、なんかたまにかわいいみたいな。ああ、ね、それあるや。わ、ちょっと確かにな。そこ俺多分忘れてた。忘れてた、こいつの良さで。そう、あと横があのシームレスって言って、縫い目がこうないわけ。チクチク感みたいなのが確かにね、横ないんだよ。そうだそうだ、やっぱり意外とね、そういうの知らないで着てる人も多いんだけど、すごい計算、そこまで俺目言ってなかったかも。計算されてる T シャツない、そうなんだ。
こいつはね、俺の中では本当すごい定番で、ね、毎年絶対買ってる T シャツの一つです、うん、マジでこれおすすめなので。これまあ有名っちゃ有名だよね。有名、まあ、なんか白 T といえば服好きはこれみたいな。そうだね、今更何話してんだよって時間返せとか。おさらいだよ、おさらい。そう、おさらいです。おさらいです、これは、はい。まあ、なんか1枚で長く使いたい人とかは本当 PTT めっちゃおすすめです、うん。じゃあ2つ目いきますか。はい、はい、じゃあ2つ目に紹介するのがこちらです。ジルサンダープラスの白 T、これおいくら万円なんですか。これは、1枚で1万5000円くらい。白 T の中だとちょっと、うん、値段は張る方なんですけど、まあ、やっぱりジルサンダーっていうだけあって、やっぱりこの首のリブの縫製だったり、あとね、この刺繍の部分とかがすごいね、綺麗です。あ、刺繍あるんだ。そう、そう、これワンポイントでここに刺繍が、あれ、カメラだと映らないかな、あ、ここら辺に刺繍があって、まあ、他の T シャツとはちょっと違う、なんだ、オフホワイトっぽい、きなりっぽい感じの色味の T シャツです。で、まあ、着た感想としては、うん、この5つの中で一番肌触りが良かった。あ、やっぱ違うんだ。全然違うかも。あ、でも確かにちょっと張り感あるね。張り感ある、うん、一応コットン100だったかな、コットン 100% なんだけど、なんかね、ちゃんとね、ストレッチ感もあって、あと、あの、着るとあのほんのりひんやりする。それは何、感覚的な、なんかこの商品の売りとか。いや、売りとかじゃなくて、なんか他の T シャツ、白 T と比べるとちょっと着るとなんかピタッとくっついて、なんかひんやりする。夏ですげえいい。本当に本当本当、でもね、やっぱね、パッと見でむっちゃいいやつってわかる。いや、なんかわかるよね、なんかね、絶妙なこの色合いと、そうそうそう、このなんかやっぱ光沢感。そうだね、なんか違うよね。いや、違う、コットンだけどまた、また違う、やっぱいいコットン使ってる感じある。確かオーガニックコットン使ってるんで。そうなんだ。そう、だから本当ね、素材も多分普通のコットンよりもいいもの使ってるっていうのがなんか触ってわかる。で、まあ、こいつの良さは、まあ、そんなに厚手じゃないんだけど、うん、なんかインナーっぽい感じがしないっていうか、なんか肌着っぽくならない。だから、ね、インナーとしても使えるし、1枚のその、なんだろう、アウターみたいな感じとしても使えるなと思って、へー、1枚としてなんか決まる。うん、こいつは本当なんか万能だなと思った。インナーにも使えるし、1枚としても使える。これはもう定番であるの、ジルサンダー。定番であって、あ、もういつでも買えるみたいな。そうそうそう、あと、もう一個ジルサンダープラスからパックティー、確か3枚入りのやつもあって、そっちもね、すごいおすすめで、そっちと迷ったんだけど、今回はこっちの方を持ってきました。ちょっときなりっぽい感じで。これ洗濯なんか大変そうじゃない？いや、そうだね、あの、だいたいここら辺は、まあ、手洗い、もしくはネットに入れて洗濯かな。あ、そうだよね、結構ちゃんとやんないと、まあ、T シャツってさ、洗濯すればするほどさ、やっぱりさ、縮んじゃったりさ、よれちゃったりするし。あの、乾燥機ユーザーじゃん、俺。そうだね。え、白 T はもうぶち込む。俺はね、これもぶち込む。これはぶち込まないかな。もしかしたらこいつらはぶち込むけど。特別扱いすぎない？いや、やっぱり値段も値段だし。他の白 T が。こいつはちょっと手洗いかな。あ、うん、まあ、さすがにね。さすがに。俺も手洗いに行くかも、うん。やっぱりなんか長く使いたいんだったら、そういう洗濯のケアとかもしっかりとやんないと、やっぱりね、すぐに着れなくなっちゃうから。せっかくね、買うんだったらさ、長く使いたいし。で、こっちも、まあ、ボックスシルエットで、まあ、着丈もあのちょうどいい感じで、袖丈が若干短いのがポイントですね。で、透け感もそこまで気にならないぐらいの透け感なので。結構透け、レベル何ぐらい？レベル、何中何？僕がマックス透けるんだったらまあ、真ん中の3くらいかな。チクスケ3でございます。レベル3。レベル3で。そう、でも普通ってことでしょ。そうだ、ね、ちょいちょいぐらいは。そうだね、まあ、人によっちゃちょっと透けちゃうかもしれないけど、けどなんかバランスタイプで、まあ、インナー使いやとしても使えるし、1枚としても使えるので、これもすごいおすすめです。はい、じゃ次いきます。はい、じゃあ3つ目に紹介するのが、はい、こちらです。
こちらは無印良品の白 T。 あ、無印なんだ。これ、コータ持ってなかったっけ。あー、これか。そうそうそう、これ、あの、抜きチェックの着てたかも、ね、着てた、着てた、多分去年の、ね、去年着てたと思うんだけど、あ、まあね、俺が着た感想としては、うん、まあちょっと薄すぎる。やっぱりこれはあくまでもインナー使い用の白 T かなって思っちゃった。なるほどね、うん、確かにね。コータ持ってるの黒とかさ、まあ黒系だね。黒系だったら、黒系だったらまだ1枚としてもまだ成立すると思うんだけど、白だとねちょっとやっぱりインナーとかおじいちゃんみたいになっちゃう。これチクスケレベルな。チクスケレベルは思ったよりない。だから、まあ、これも3くらいかな。あ、ジル3だと同じぐらい。ジルと同じぐらいの透け感かなって思ってて、あ、まあ、こういうなんか生地の薄い白 T の、まあ、いい点としては、洗濯とかしてもあのシワがあんまりつきづらいっていうのはポイントは高い。ああの、確かにね、逆に温数が高いと結構シワが取りづらくなったりとかするんだけど、薄いからあの手入れがすごい簡単で、やっぱりなんかさ、白 T1 枚で着るってなったらさ、こういう清潔感みたいなすごい大事じゃん、うん、でさ、なんか白 T でシワめちゃくちゃついてたらさ、一気にさ、物が良くてもさ、まあね、なんか清潔感が一気に損なわれちゃうからさ、白 T はね、そう、まあ、着るってなってもちゃんとこうシワのケアとかもしてあげたら、よりかっこよく大人っぽく決まるかなって思います。それはもう白 T 全般に言うことなんですけど、で、まあ、丈感で言うと、まあ、僕177cm で、まあちょうどいいぐらいかな、別になんか短くもないし長くもない、うん、まあね、着心地も別に悪くはないんだけど、まあなんかね、惜しいって感じすごいね、惜しい、あんまりいいって感じだった、ロース的には。俺的にはまあ惜しいって感じ、はいはいはい、まあ価格安いからそこはすごいね、評価できるポイントだから、まあ気になる人とかは、まあ、お試しで買うっていうのもありなのかなって思います。確か1000円前後ぐらいで買えるやつなんで、ね、いや、まあなんかね、白 T ってマジ奥深いなって思った、こうやって、うん、確かにね、調べてたりとか自分でこうユーザーとして着てみるとやっぱ深いと思った。うん、はい、じゃ4つ目に紹介するのがこいつ、ユナイテッドアスレの白 T。 一、はいはい、まあ、つ言えることはこれめちゃくちゃいい。すごい良かった。あ、そうなんだ、うん、なんかね、トータルバランスがとにかくいいなって思って、まあ、形だったり、あと音数、あと価格帯もう全部取っても90点くらい、すごいね、良かった。やっぱね、ユナイテッドアスレの中でもこれも王道中の王道で、ちなみにこのビーフィーティーとどっちが好きだったの？いや、あのね、結構多分比較されることが多いと思うんだよね。正直こっちの方が音数がちょっと薄い分、ね、うん、ね、どっちかって言ったらコータを好きなの、こっちの方かなって思ってて、ユナイテッドアスレなんだかんだ俺持ってないの、持ってない、うん、まあ、さっき言ったビーフィーティーと比べても、そのなんか生地感もそんなに厚手じゃないし、あとストレッチ感も結構絶妙にあるから、俺結構好きでした。マジで良かったこれ、本当。で、まあ、着た感想としても本当にね、着心地も良くて、ちょっとサラッとしてるから、うん、着心地はマジ抜群に良かった、マジで良かった。で、このユナイテッドアスレの売りとしては、まあ、普通の T シャツ結構洗っちゃうとさ、表面ちょっとさ、毛羽立っちゃう。あー、分かる分かる。そう、けどこれは洗ってもそこまで毛羽立ちが出ないのが結構売りで、そこもポイント高い。あ、そうなんだ。それで言うとさ、やっぱ毛羽立っちゃってたりとかすると、やっぱりなんか清潔感そこでも損なわれちゃうし。いや、分かる分かる。なんかさ、白 T はまだいいけどさ、黒 T でさ、だんだんさ、ネイビーとかさ、グレーになってる黒 T 着てる人いるじゃん。あの、なんか箇所によってちょっとなんかくすんでる。そうそうそう、あれなんかバッティーとかだったらさ、かっこいいじゃん。でも普通の黒 T とかで紺色とかになってると、いやそれをね、ちょっと毛羽立ってさ、ナンセンスよ、ね、ちょっとむずあれダサいよね。いや、ダサい。だったらね、これユナイテッドアスレで毛羽立ちないんだったら、これのブラックとかね、ブラックとかもいい、ね、結構ね、このブランドいっぱい出していて、あとタンクトップとかも同じような生地で出てて、
そう、まあ、ちょっと脱線しちゃいましたけど、まあ、ユナイテッド・アスレも本当バランス、トータルバランス本当に良かったんで、今のところナンバーワン、ナンバーワンかな、ナンバーワンかも、全てのバランス取って、うん、ちょっとまだ最後残ってるからこれもいきなりナンバーワンって言ったら絶対最後ねナンバーワンじゃなくなっちゃう。じゃあ栄えある最後に紹介するのがこちらです。これはこれはちょっとびっくりするかもしれないけどファミマのアウター T シャツです。そうちょっとね多分えこれ最後持ってくんのみたいな。確かにね、多分大鳥だもんね。これが大鳥こいつです。そうで俺らさ、若い時とかむっちゃ買ってたよね。いやめっちゃ買ったし、なんかちょっとコンビニで買ってくるわみたいな。そうそうそう、やっぱり、まあ、一番こいつのいいところっていうと、まあ、全国のファミマで買える。確かにね、うん、なんか俺らさ、結構今までハイブランドとかさ買えない商品だったけど、むっちゃ買えるやつ、ね、むっちゃ買えます。あの最全国の参考になるファミリーマートで今も売られてます。まあ正直言ってこいつは、まあ、普通です。そこまで、まあ、いいとも言えないし、ね、かもなければ不可もない感じの。どこがそう思ったの？なんか先入観かも。いやそのどこでも買えるからまあなんか真ん中ぐらいかなっていう考えもあるかも。いやなんかね正直いろいろ言いたいことがあって、まあ、肩幅若干ねちょっとねああ短いちっちゃい。あもしかしたら、まあ、177の僕が着るとしたら L なのかもしれないけど、まあ確かにね、そうするとちょっと着丈が伸びちゃうんだよね。だから着丈はちょうどいいんだ。結構ね問題ないんだけど肩幅が若干ねちっちゃかったり。なるほどね。あとまあ袖丈もまあちょい短め、うん、確かにねな感じがしちゃって、ね、まああの素材感は意外といい。あのコンビニにしてはすごいクオリティ高いんだけど、うん、どうしてもやっぱりちょっとチクスケ問題がやっぱり気になって。ちょっとわかるかも。ファミマチクスケレベル4-5ぐらいいってるよね。そうだね。確かに別になんか本当何点かな70点って感じで、まあなんかこれ1200円1300円で、まあ、全国のファミマで買えるんだけど、うん、そんくらいの金額を出して T シャツ買うぐらいだったらもうちょっとなんか B50 とか、まあね、他のユナイテッドアスレのちょっとオンス高めのやつ買った方が個人的にはいいのかな、うん、でもさこの T シャツの良さってさ、うん、もうちょっと持ってた白 T とか服が汚れちゃって本当サクッとにしてはむっちゃいいやつ。そうそれで言うとめちゃくちゃいいけど、ね、なんかこれで1枚でビシッと決めたいみたいな人はこれじゃない。一つ言えるのはこれじゃない。言い切っちゃった。言い切っちゃいましたけど、やっぱちょっとどうしても肌着っぽい感じがちょっと隠せないので、はい、1枚としては僕はちょっと着ないかなっていうのが僕の正直な感想。はい、ということで、はい、白 T 5周いやめっちゃ面白かったね。いや面白かったね。あーなんか白 T でここまでしっかりなんか見比べたこと俺マジでなかったから。いや意外とねなんか良さがまだ分かんない人とかさ多いじゃん。しかもさこのように白 T って多分一番多分アイテムとして出てる洋服のアイテムとして出てる、まあ、確かにね確かにね各ブランド出してたりとかさ本当に物としてちゃんといいのかみたいなさ、ね、判断しがたいじゃん。あブランドで買っちゃうこととかある。もう生地とかさ、わかんないからさ、ね、形もまあ、それだったらいいかなみたいな、まあね、ここまでしっかりオンスとか見比べたことなかったけど、俺的にちょっと今後買おうかなと思ったのはユナイテッドアスレ。いや、ユナイテッドアスレすごいいいよ。まあ話聞いてて、オンスの感じも厚すぎず、薄すぎず、ボックスシルエットで、そうだ僕すげえ買いたいと思った。ありがとう。まあ、俺は俺が白 T を1枚で着るってなったら、まあ、やっぱ音質ちょっと高め。あーそうだよね。5から6ぐらい。だからここで言うと BTT かユナイテッドアスレ。やっぱりね光沢感もあるし、やっぱりシルエットも綺麗だし、あと高級感があるから、なんかどんなパンツにでもスラックスでもデニムでも、何でも合うと思うので。そうだよね。まあね、今回5種類の T シャツを紹介してきたわけですけども、はい、
まあね、何かしらね、まあ、この夏買おうかなって思ってくれたら俺は嬉しいので、ね、はい、まあ、全然夏以外でも使えるし、うん、まあ、秋とかだったらその上からなんかアウターとかで全然いいと思います。いや、これ面白かったわ。ちょっと次の動画はあれだね、次の動画はタンクトップ紹介、タンクトップ紹介、ローズ単独のまた絶対来年じゃん今年はもうやんないし、今年出すやどうかもう遅いってクレーム来る、ちょっと遅いかな、ちょっとシーズンだいぶ逃しちゃって、ちょっとタンクトップ5枚ぐらい並べてみたいな。いや、そう、なんかアワーズの定番じゃん、タンクトップネックレススタイル、みんな好きだから。あ、まあ、なんかね、まあ、今タンクトップだったけど、またなんか違うデニムだったり、王道のデニムとか、ね、なんか王道系のアイテムでまたちょっとレビューしながらいろいろ始めていきたいね。いや、すごい参考になりました。いや、面白かった。なんか自分で喋ってて面白かったいや、それが一番大事だよ。いや、そうだよね、自分で楽しむのが、うん、まあ、僕のおすすめはユナイテッドアスレと、PPT なんで、僕はユナイテッドアスレちょっとチャレンジしたいと思います、はい、最後まで見ていただきありがとうございました。またねー、またねー、バイバーイ。